にゃーにゃー。そう、ゲストはね、なんとカラヨペ、モリカラヨペちゃんでした。いや、予想しなかったでしょ、さすがに。めっちゃ緊張してたよね。私ね、もうちょっとカラヨペちゃんはね、あの、なんていうか、緊張とかしないタイプだと思ってて。まさか、あんなにさ、いや、先輩の前だからとか。しかもね、あの、私ね、配信後から見て気づいたんだけど、最初からカリオペちゃんずっとマイク入りっぱなしだったね。Okay. Okay. カリオペちゃんのマイクだけがね、ミュートされてないっていう。ちょっとね、裏キャリーちゃんも見せたったわ。ねえ、本当あの楽しい配信でした。ガッチガチでしたね。そう、終わった後もね、2人でお疲れ様、ありがとう、あの、ありがとうございましたっていう話をねしてたんですけど、カリちゃんだけマイクが入ってて。いや、でも楽しくね、あの時配信、いや、ギャップだったね。キャリーちゃん、ギャップ萌えって言ってたけど、ギャップ萌え狙ってるタイプでしたか。はっはーんって感じ。でもね、楽しく配信できました。いや、私はね、あの、カリちゃんほら、終わった後さ、あの、結構話してて、それ入っちゃったじゃない。で、私はね、ウルトラ暴言入ってたから、あの、マジで消してよかった。で、カリちゃんが、ヘイヘイって焦ってたのは、私がマジですごい暴言入ってたから。ヘイ。あれは焦ってたのは、そういうことがあったんだよね。そう、だから、ヘイヘイって言ってたの。マジでね、あれは通ったら終わっただね。聞きたかったよ。日本語しかわからんから、別にええんやで。あ、ありがとうね。何を言ったんだ。まあ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 。まあ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 。でも、カリちゃんと一緒に、イエー、フォルケン、イエーって言って、やばかったな。